はい、どうもパテムス協会でございます。というわけでシートを染める染め球のブラックが来たので、こちらのシートの方を塗っていきたい。ブラックに、はい、こんな感じです。もともとはね、で塗ったもの、前回塗ったものはこちらですね。染め球だけど満タンだったんじゃないの、一本丸っぽは使ってないんでね、半分ちょっとぐらい残ってたやつを使って塗ったのがこれぐらい、これぐらいの濃さしかならないですね。うん、ですのでまあとりあえずこの1本使ってがっつり塗ろうかなと。はい、1本使ったらどれぐらいねこの、はい、シートが染まるのか。おそらく染まらない、こんだけ近距離塗ったのこれですからね。おそらく染まらないね、残るね。こんな感じで、こんな感じでね塗っております。結構近距離で塗ってもいいと思います。どうせ染み込みます。プラスチックとかね、あの辺そういうところだとね、ダメだと思いますけど、まあこんな感じ、近距離でガンガン塗って1本使ってこれぐらい、だいぶ黒くはなって、黒くはなったんですけど、やっぱ真っ黒にはならないですね。でこっちと大して変わんないですよこっちと1本塗ろうが1本分じゃなかろうが大して変わんない。大して色変わらないんで、まあいいかと、もうやっても無駄だということで、ね、これで終わりにしました。というわけでね、セッティングしました、シートをつけましたよ。こんな感じですね。まあもうこれはこれでいいかなと。でもう一本あったんでね、後ろの後部座席の方も塗りました。まあ一緒ぐらいの感じでね、まあ内装の方も終わり、さあいよいよ完成かなということなんですけども、こちらのハンドル、ちょっとハンドルをね工作しようかななんてね思っております。さあこれをやったら終わりでございますよ。というわけで買ったのはこれ、ちょっとハンドルをねいじりたくて買いました。これはですね、スペーサーっていうか、まあ、延長するやつですね。ハンドルを延長するハンドルボスをどこにそこにキュッて つけて延長するものです。5センチ延長しました、ハンドルの長さを。あのね短かったんです私にしては。ですね、こう5センチこう出すとちょうど、ちょうど運転するのに、まあただね、まだこれでは完成じゃないですよ実は。はい、まあちょっとステンシルとかしてね、こんな感じにしておくと、まあちょっと見栄えもいいんじゃないですかみたいな。そこのダッシュボードのそこのケースのところもどうせ傷つくんで、ステンシルとかしておくとなんか傷ついたってそんなもんかなっていう感じにね見えるかなと思います。まあ明日ハンドルやとちょこっとやってもこれね終わりです。というわけでビフォーはこんな感じ、グレーだったところ、ハンドルも短かった、シートもグレーでしたけどこんな感じに仕上がりました。ダッシュボードとかその辺は完全に良くなりましたね。ブラックに塗って良かったかなと思います。というわけで、パテボス協会でした。